はい、杉山です。今回はですね、ちょっと僕のコンサル生がですね、ちょっと面白いことをですね、やって成功したみたいなので、ちょっとシェアしようかなというふうに思います。でね、何かっていうと、売上がゼロでアカウントをまだ開設して1週間なのに、リミットがですね、10品から300品まで上がったっていう方法なんですね。ちょっとこれ聞いて僕驚いたんですけども、普通はですね、アカウント開設してリミットアップしてもですね、だいたい10品から最初は100品かな、100品で200、400、800、1600みたいな感じで上がっていく。最初だけ10倍、あとは2倍ずつ上がっていくみたいのがリミットアップのベーシックなところなんですけども、それでコンサル生がですね、300品まで、ちょっと上げられたみたいなので、ちょっとその方法をですね、シェアしようかなというふうに思います。で、リミットアップするときに聞かれることって、何を販売してますかとか、仕入れ先はどこですかとか、一つの値段は、単価はいくらですか、月にどれぐらい出品するのかっていうのを聞かれるんですね。で、僕は今までこうあんま重要じゃないと思ってたんですけど、ここの聞かれることに対しての答えで、どれぐらいリミットが変わるかっていうのが、違ってくるかもしれません。もしかしたら年末商戦がこれから始まるので、それでリミットを上げてくれたっていう、可能性もあるんですけども、で、僕のコンサル生がやったのが、販売商品がですね、いわゆるその中古の一点物、すごい高額なやつですよね。仕入れが20万とか30万とかするようなやつ。で、あれを出したいと。ああいう系を出したいからもっとリミット上げてくれと。で、仕入れ先が、ネットショップとかと、提携してるっていう体にしたんですよ。ネットショップとかともう提携してる体にして、このリミットじゃ足りないから、もうどんどん上げてくれ、もっと金額くれ、みたいな感じにしたみたいです。で、そしたら、eBay 側が、企業と提携してるっていうことであったら、上げてあげるよっていう感じで、300品まで上がったみたいです。だから、わりかし早くリミットアップする場合、最初なるべく高額商品とか出して、企業と提携してる風にして、で、リミットアップしたら、かなり速いスピードで、もしかしたらリミットが上がっていくかもしれないので、リミットがちょっとないっていう人は、こういう方法も試してみたら、いいかもしれません。